はい、どうも。寺子屋サリー、寺子屋でございます。今回はですね、夏季講習日本史、章についてですね、主に章の変容について語っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。太政官にはですね、6つの章ができましたけども、その1つの行部章というものですね、司法的な、司法業務を行う、教部省というものがあったんですけども、このですね、壇上台というですね、捜査して逮捕して、控訴すると、いわゆる検察官とか、刑事とか、そういったところと合体しまして、司法省という形になりました。で、神義省というものがあったんですけれども、いわゆる宗教関係の省があったんですけど、これ廃止してですね、国民教化、ですね、国民にですね、国家神道を教えるためにですね、教部省というものを作りましたよと、新しく新設しましたよという形になります。で、兵部省というのがあったんですけど、これいわゆる軍事関係なんですけども、軍事がですね、細分化されまして、陸軍省というものと海軍省というものに、兵部省が分割されましたよというところを覚えておいてください。で、この陸軍省、海軍省の軍隊に対しては、兵制っていうものをですね、敷くことにしましたよと。1872年に徴兵国有というものをですね、出して、それに基づいてですね、1873年に徴兵制が始まります。富国強兵の、時代がやってくるんですね。ちなみにこの軍隊の創設に関しては、構想したのはこういう軍隊作ったらいいんじゃないのっていうものを計画したのが大村益次郎という人で、それを実現させたのが山形の有朋という人ですね。はい。で、この最初の、近代的な軍隊というものはですね、フランス式の兵制を取り入れておりますよと。だから元々の近代的な日本の軍隊というのはフランス式になりますよというところを覚えておいていただければと思います。